リスナーの皆さん、あーちゃんです。ゆめちゃんです。たけちゃんです。てっぴーです。ぞっくんです。5人合わせてあゆめです。あゆめもうどっちって、あ、5月27日に徳間ジャパンさんよりメジャーデビューシングル会いたくて発売になります。イエーイ。はい、今回会いたくては夢人くん作曲なわけですけども、はい、どんな感じでしょう。メロディーがとっても綺麗で、はい、みんなに聴いてほしい感じです。聴いてほしい感じですね。はい、ポーズが一番綺麗な武井くん。はい、みんなも、今回の会いたくては歌を大事にした楽曲ながらも、はい、5人の個性が溢れたあやべえらしい作品になっていると思います。なるほど。インテツくん、そのポーズ楽しいですか。はい、最高に楽しいです。はい、ケンゾウくん、これからのあやべえ不安だと思いますが、どう思いますか。このポーズまずやめていいですか。そうですね。はい、これですね。はい、これご覧になって、はい、初めて、なんだっけ、見たり聞いたり、はい、する方が多いと思う。多いと思う。うん、よって、これからもよろしく頼むよ。そうですね。あーちゃんは、あーちゃんはですね、なんといっても絶対1位になりたいんです。なので、クリッククリックしまくってください。1位になったら、さっきの決めポーズがお決まりになります。グッドデザイン賞受賞です。はい、ただ、その後は約束しない。そのた場合、多分徳間ジャパンさんから僕たちはいなくなると思います。勘弁してください。そのわけで、あやべ1位になれるように皆さん応援してください。よろしくお願いしま す, お願いしま す, お願いします。そして神戸の方にもまたぜひ遊びに行きたいので、呼んでいただけたらなと思いますし、僕たちからも呼ばれなくても行っちゃいますんで、よろしくお願いします。そのわけで、5人合わせてあやべです。あ、間違えたでした。またね。1位お願いします。クリックしてね。クリックしちゃって、やってね。